本殿拝殿総門境内恋占いの石、上図書恋のがんか馬地主神社,神社神社や寺院が混流される際に、その土地の地主神を祀るために混流された神社。神社の境内に抹者として建てられている場合や、寺院に隣接して立地している場合がある。寺院に隣接している地主神社は、本来は隣接する寺院の一部であったのが、明治の神仏分離で独立した経緯のあるものが、 ほとんどである。なお、この場合は、地主神社と読むところもある。京都市東山区にある神社、清水寺に隣接する。全国に数ある地主神社の中でも特に著名。本校では、この地主神社について述べる。清水寺の清水の舞台を出てすぐ左手にある神社で、江戸時代までは、清水寺の陳述者で、地主権現者と言った。 大国主を主催神とし、縁結びの神様として若い女性やカップルに人気のスポットである。社殿によれば、創建は日本建国以前の神よとされる。実際、境内の小浦内の石は、原子物理学者、ライル・ベンジャミン・ボーストによる科学的な年代測定で、縄文時代のものであることが判明している。平安時代には、佐賀天皇、遠雄天皇、 白川天皇が行行した。天独元年、遠遊天皇行行の際、直命により、臨時祭が行われた。これが、今日の当社例大祭、地主祭りの起源である。社殿は、寛永10年に、徳川家光により再建されたものである。明治に入り、神仏分離令により、清水寺から独立して、社名を、地主権現社から、地主神社へと改めた。 近代社格制度の元号社に列格した。第二次世界大戦後は、京都周辺の旧民社を中心とする神社が加盟する神社本教に所属しており、1999年からは、当社宮司が神社本教主官を務めている。1994年には、歴史的経緯から清水寺の一部という形で、世界遺産、古都京都の文化財に登録された。ただし、 地主神社という社名から、本来は、当地の地主神を祀る神社であるとする説もある。境内は、地主桜と呼ばれる桜の名所で、公認2年に佐賀天皇が行幸した際、一重と八重が同じ枝に咲いていた地主神社の桜の美しさに三度社を介したことから、お車返しの桜とも呼ばれ、以後、佐賀天皇は地主神社に桜を毎年献上させた。 当時の貴族社会では、花見の花としては、梅が一般的だったが、後任三年には、佐賀天皇が桜の花園を開いたという記述が日本語記にあり、これが日本人の桜好きの原点と言われる。洋曲、田村で、地主権限の花盛り、それ花の名所王子といえども、この寺の地主の桜に敷く話と歌われたほか、熊野、良人秘書、甘銀衆などでも、 地主桜の美しさが賞賛されている。縁結び祈願桜祭では、白川女による喧嘩と、田村、熊野の奉納が行われる。現在見られる境内の桜は、後年に、佐野東右衛門が移植したソメイヨシ春に桜祭りが開催されている。毎月第1日曜日14時より、縁結び地主祭りが行われている。ありがとうございます。